今回はね、邪気払いの最強ツールであるこのホワイトセージをですね、使いこなしたお香の開発がね、出来上がったということで、皆さんにシェアしたいなというふうに思います。こんにちは、矢野慶三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。はい、ということでね、ちょっといつもとシチュエーションが違ってみると思うんですがね、というのもですね、ようやく完成しましたって一体何のことかなと思うかも分かりませんが、純度の高いですね、ホワイトセージの入ったお香がね、出来上がってきたんですよね。今回ですね、ちょっとね、まだ開封していなくてですね、これから初開封して、これがどのぐらいのものなのかっていうのを一緒に見ていっていただけたらなというふうに思いますので、今日はね、ちょっと面白い取り組みかなと思うんで、よかったらね、一緒に見てください。このね、コーンスマイチャンネルではですね、よく、焼き塩とかホワイトセージを炊くことで家の中の邪気を払うことができる、まあ、邪気っていう言葉は、まあ、ネガティブなエネルギーがこうこもっていたらですね、それをね、まあ、払うことができるということで、焼き塩とホワイトセージをよくお勧めしてるんですよね。でね、そのホワイトセージはですね、実は ものとしてはこれが本物なんですよね。これね、枝付きの葉っぱのもので、ちょっと出してみるとですね、こんな感じで、枝付きの葉っぱでこんな風になってるんですよね。そしてね、例えばこれを1個ポキッと、まあ、取ったやつがこれなんですけども、このホワイトセージはですね、実はこの火をつけてですね、例えばこうやってですね、火を焚いてますが、これをふっと消すとですね、まあ、これ、こう煙が出てくれるんですけども、実はですね、ホワイトセージの1個、まあ、弱点というかですね、気がついたらこれ勝手に消えて、葉っぱが途中までしかね、燃えていないみたいなことが、まあ、よく起こるというふうに言われてるんですよね。なのでちょっとこれ今ここに置いておきますけども、そういう形でですね、このホワイトセージがどうしても使い切るのが難しいって話がまあ多いんですよね。そしてね、私いろいろね、アメリカとかにも行ってですね、ホワイトセージの面白いやつ、例えばこんなね、ホワイトセージも見つけてきたんですよ。葉っぱがね、束なっててですね、これもですね、これつければですね、こう黙々と全体的についてくれて、してくれて、全体的にまあこうついてくれるんですけども、これもですね、いいかなと思ったんですが、だけどこれ毎回使い終わるときに全部使うわけじゃないのでですね、消そうとしたりとかすると結構大変だったりするんですよね。で、まあ携帯性があるか言うとあんまりないというところもあるので、これも若干ね、使いづらいなということがありました。で、そこでですね、私が一体何をしたかっていうと、ホワイトセージを純度を高めた、お香を開発できないかなというふうに思ったんですよね。そういった中ですね、ホワイトセージの純度の高いお香を、作っている製造会社さんがあったんでですね、そこにね、いろいろ問い合わせたんですよね。で、そこの会社さん自身が作っている、ホワイトセージのお香がね、ここの袋に入ってるこれ、なんですけども、こういった形のね、ものなんですよね。細いやつなんですけども、これね、香り的にすると、ホワイトセージとなんかね、いい香りがする、香みたいなものを混ぜてるんだと思うんですけども、これはですね、実はホワイトセージとその別のものがですね、だいたい1対1ぐらいで入ってるらしいんですよね。で、これがね、いろいろ調べた中で一番純度が高いやつだったんですよね。そしてここの会社にですね、私が指定するですね、ホワイトセージとそのまあどうしてもね、ホワイトセージだけだったらボロボロになって、お香の形にならないので、混ぜるやつ、これも、ね、天然のかなりピュアなものでですね、体に全然悪くないいいものを、練り混ぜたものがあるんですけども、それでね、作るということで作ってき、たのがこちらのね、お香。こちらはですね、この既存のですね、ホワイトセージのこのお香の、実は、ホワイトセージのこれの倍の量を入れたんですよね。倍の量、これが1対1だったらこっちはですね、1対2ということで、倍の量を入れた世の中で一番純度の高いホワイトセージのお香ができたんじゃないかなというふうに思います。太さもですね、太さ約 3.5 ミリっていうやつをね、作ったのと、あとは、太さがこれが 2.5 ミリかな、 2.5 ミリっていうやつを作ったのと、あとは、太さが、2ミリっていうやつも作ったんですよね。で、これ、どれが一番いいのかっていうふうになるとですね、まとまった量が、1個の単位だとしたらですね、細ければ細いほど本数が取れるっていうことなんですよね。本数が取れる方がたくさん使えるかなっていうのもあるので、私はね、太いやつが結構好きなんですけども、どうでしょう、分かりますかね、これと元々の製品と比較するとですね、まあ分かりますかね、これぐらい違う、ちょっと分かりづらいんでしょうか、こうやった方がいいのかな。
こんな感じでですね、結構太さ違うんですよと。この試作品が届くまで、こちらのね、既製品のやつを事務所でも使っていたんですけども、今まだね、煙が少し立ってくれてますけど、もうこっちの葉っぱはねもうほぼ今消えかかっておりますけども、このね、実際のホワイトセージのこの今香ってる香りね、こう香りがありますけども、この香りというかですね、まあ、これ自体がですね、このお香でもですね比較的近いような状態のものになっているなという感じがあってですね、やはりホワイトセージの純度が高ければ高いほど、その効果はあるということでですね、もともと私にこの焼き塩のことを教えてくださった神主さんの人がいてですね、このホワイトセージの純度を高めて作ったらどうだということでやったのがこれ。ちょっと初めてつけますよ。どんな感じになるかちょっとつけてみましょう。つけてみました。はい、もう香り的にはもうほぼ変わらないので、これ本当にねホワイトセージの純度が非常に高くて、そしてね、その効果もホワイトセージにほぼ近い。そしてこれの一番いいのはですね、最後までちゃんと燃え切ってくれるということなんですよね。これがなかなかね、できないということで、こういうふうなね、例えばこういうふうなものがあればですね、ここに刺しておけば、最後まで燃えてくれるということが起こるので、例えばそんなふうにして使うというのがポイントだと思うんですよね。よかったらリスナーの皆さんに聞いてみたいのは、まあ、あの太いやつから細いやつがあるんですけども、この一番細いやつだったらですね、まあ、一番本数が多いので、同じような費用でもですね本数がたくさん作れるから、例えばね1回使う時の使い切りで考えてもですね、例えば1ヶ月持つとかいうふうな形のこともできるかもわからないんですよね。なので個人的には太いやつが好きだったんですけども、一番細い、まあ、2ミリのタイプをね実際使っていこうかなというふうに思ってます。はい、ということでね、あとこのホワイトセージはですね、特にこのお香のタイプはですね、いろんな形で使えると思っております。例えば、出張した時のですね出張先とかの、ちょっと部屋とかでですねなんか嫌な感じがするな、スプリンクラーがあるからちょっと気をつけていただいたらいいんですけども、例えばこういうふうにしてですね、つけていただいて部屋の中をこう持ちながら歩くっていうことをね、していただいてくらいでね、まあ、十分かなと思うんですけども、その程度だったら全然スプリンクラーなんか反応しないので大丈夫だと思いますけども、例えばこういうふうにして部屋中をぐーっと回るだけでもそこの部屋のネガティブなエネルギーがキャンセルできるっていうのはね非常に大きな魅力なので、携帯性にも優れてるっていうことなんですよね。ホワイトセージのこの香り自体がですね少し穏やかな香りになっているので、逆に言うと扱いやすいということもあってですね、いいんじゃないかなというふうに思ったりするんですよね。まあ、そんな感じでですねこのホワイトセージに関しては本当にね多くの人が使いやすい形で、かつね邪気払いとかそのネガティブなエネルギーをキャンセルするという意味でですね、焼き塩もねもちろん合わせてかなり強烈なパワーのあるやつなんですけども、ちょっと焼き塩の話もちょっとだけしましょうか。焼き塩はですね必ずコンビニとかで売っている、まあ、天然系の塩でですねフライパンとかに入れて空入りをして、そして作るっていうことをしないといけないので、かなり手間がかかるっていう側面があるんですよね。もちろんね一番ね効力がありそうなのは焼き塩、持続力があるのも焼き塩の方なんですけども、それをね毎回作るとなるとそれなりの費用もかかってくると。それに対してですね例えば週に1遍とか10日に1遍焼き塩をして、日々の毎日のことはですねこのお香を炊いて、朝このお香をねちょっとこう炊いてみてですね、そして家の中を一通りこうやりながらぐるぐるしながら回ってみて、そしてあとはこのお香を縦にポンと立てておくだけでも家の中のそういうネガティブエネルギーがしっかりキャンセルできたような状態がね保てたりすることもできると思います。あとはですね職場環境とかでもですねなんかこの、会議室ですごくねミーティングでけんけんがくがくとしてですねすごい疲れたなとか、あとはもうすごく喧嘩じみてこの部屋に入るだけで怒りが出てきたりとかイライラしてしょうがないみたいな部屋とかでもですね、実はこのホワイトセージを焚いて部屋の中をまんべんなくやっていただくだけでですねそのネガティブなエネルギーをキャンセルしやすいっていうのもあるんですよね。なのでそういう使い方もできるということも含めてですね、この携帯用で持ち運びができるホワイトセージのね多分日本一って言ったら方がいいのかな、まあ比べてるわけじゃないんですけど、いろいろね探した中で一番純度を高くしようとして今開発しているのはこれなんですよね。でね、実際の製品化するのにもうちょっと先までかかるんですが、それでもですね多くの皆さんにとってこの、
ホワイトセージのお香がね、家にあるとすごくね、便利だし楽だし、そして一個一個の絵がですね本当に気持ちよくなるんじゃないかなというふうに思っております。もちろんあのホワイトセージの枝付きの葉っぱが好きな方はですね、これで全然やっていただいていいんですけども、ちょっとこれが難易度が高いなというふうに思う方はですね、このお香とかもねおすすめしたいなというふうに思っております。これまた近々、ちゃんとした製品にしてですね、皆さんがお買い求めやすくなるような形でですね、できるだけいろいろと話し合って作っていこうというふうに思いますので、ぜひですね、うまく使い、こなしていただけたらなというふうに思ってですね、今日はちょっと変わった形のね配信になりましたけども、最後までご覧いただきましてありがとうございました。ホワイトセージ、焼き塩をね焼くバージョンのやつもね以前、撮ったことありますけど、ホワイトセージでこれだけの話をねしたことなかったと思うんですが、まあ、これだけねいろいろ商品開発をして、ちょっとね今やってるってことも含めてですね、聞いていただきました。はい、ということで今回の話ね面白かったなと思う方はね高評価のグッドボタン、そしてね、矢野さんこの太さはですね、これが、例えば2ミリと 2.5 ミリと 3.5 ミリがあるんだけど、どの太さが、自分は好みだっていうのがあったらコメントいただいたり、あとは今日の内容を聞きながらさらにね、こんなことまでやってもらえないかなみたいなことがあったらですね、コメント欄からどしどしいただいたら、それも含めて最終的に練り上げようかなというふうに思ったりもしております。はい、ということでぜひね、コメント欄からどしどしねコメントくださいね、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日なことを心からお祈りしております。最後まで聞いていただいてありがとうございました。